皆様こんばんは。こんばんは。はい、それでは、木曜日夜8時になりました武田恒康チャンネルです。さていきますか。あ、パジャマありがとうございますね。あ、こう食べとこう。いやもう最近寒いですからね。特に夜ね。昨日は大雪でね、私岐阜だったもんですからね、大変でしたよ。さあ行きますか。今日は結構早く終わる予定ですよ。はい。今日は先週もそんな感じで11時半ぐらいまで。先週はちょっとね伏兵がね、思わぬ伏兵がいましたけど、今日ははい、スムーズに予定通り定時に行けるんじゃないかなというふうに思っております。では行きましょうか。じゃあ19日から行きますね。よいしょ19日。あもう月末25日か。そうです。そうか。ちょうどあそうか先週は。東京宝飾展の最中だったんだな。では行きましょう。はい、自衛隊丸刈り廃止、ね、自衛官といえばね丸刈り板が基本でしたけれども廃止ということでございます。やっぱ甲子園で慶応高校が勝ったのが影響してるんじゃないかなと思いますけれども、では読んでいきましょう。自衛隊丸刈り廃止、人材確保へ来年度から。はい、防衛省は18日自衛官の人材確保の一環として新人隊員の頭髪基準を令和6年度から緩和し、男性は原則丸刈りとするルールを廃止すると明らかにした。自衛官の採用について新たな幹部任用制度を創設する方針も示した。自衛隊の人的基盤強化に関する有識者検討会に報告した。新人隊員が配属される教育部隊は現在、部隊ごとに、髪型の基準を定めており、男性は丸刈り、女性はショートヘアなどを推奨している。近年公立高校で公立高校で髪型に関する過度な校則などを見直す動きを踏まえ、男性はスポーツ狩り、女性は肩にかからないように一つにまとめるなどと緩和し統一する。自衛官の採用は現在防衛大学など大卒以上を対象とした一般幹部候補生、高卒者を中心とした一般総候補生、任期が限られた自衛官候補生の3つの区分がある。仕事に対する価値観の多様化を踏まえ、今後主に大卒者を対象に一般幹部候補生と一般総候補生の中間にあたる新たな幹部任用制度の創設を検討する。防衛省は昨年7月、有識者検討会から自衛官の処遇改善を求める報告書の提出を受け、具体策を検討していたということですね。まあ自衛官イコール、丸刈りということですけども、まあね気合が入ってたら丸刈り当たり前だということだったんだと思うんですけども、まあ、仮にねスポーツ狩りだからといって気合が入ってないかといったらですねそうでもないので、なんか長髪はちょっとまだらしいですけどもね、やっぱり慶応高校甲子園優勝をねふさふさと髪をなびかせてですね甲子園戦ってましたからね、まあ、その中でもねスポーツ狩りとか丸狩りもいたので逆に目立ったりなんかしてですね、面白かったんですけれども、角刈り板もありかと。角刈りね、角刈りも、どうなんでしょうね。角刈り板があっても良さそうな気もしますけども、まあちょっとねまあこういうね自衛隊のイメージを少しずつ変えていこうということで、まあこういう取り組みはいいんじゃないでしょうかね。パンチパーマはどうなのかいろいろ言われてますけども、まあとりあえずね、スポーツ狩りですね。あとまあ女性は短髪っていうことだったんですけども、肩にかからないようにまとめると。ですから、肩にかかるほどの長さであっても、まあ、ポニーテールにするとか、ちょっとまとめることによって、かからないようにすれば多少のね、長めでも OK ということなんでしょうね。はい、というわけで、まあこれからですね、自衛隊の給与面での改善も進んでいきますし、今後まあ定員もですね増やしていかなくてはいけないという状況ですので、まあまあもし髪がね、だって自衛官になったら丸刈りでしょうと丸刈り板でしょうということがもし障壁になってるんだったらですね、まあそのぐらいは変えていってもいいのかなというふうに思いますけどもね。はい。百田カットって紙あらへんがな、それは。それはそれでいいんですけどもね。はい。ありがとうございます。スキンヘッドね。はい。というわけで、来年度から、ね、新しいね、コースができるという話もありましたけどもね。はい。ですから私はほら、自衛隊に公演に行きますでしょ。そうするとですね、全員同じヘアスタイル、バーッ並んで何百人もね、それはですね、壮観なものがありますけどもね。もう、陸上自衛隊の場合はね、もう迷彩服ですからね。もうね、迷彩服600人とかなりますでしょ。そうするとですね、もう森の中に来たかのような感じですよ。もうみんなこう森林に見えるみたいなね。はい。以前一度ね、仏教会、一度じゃない何回か行きまして、仏教会に行ったらですね、お坊さん何百人という、それは相当ピカピカしてましたけどね。はい。美容師さん2000人っていうのもありましたけどね。いい香りがしてましたけどね。特定の職種の人何百人というのはね、結構面白いもんがありますけどね。はい。というわけでございます。はい。では、自衛隊丸刈り廃止ということで、まあまあいいんじゃないですかね。そういうふうにしてね、多くの人入れるようにする、いいんじゃないかと思います。はい。というわけで、19日産経新聞でした。まあちょっと政治と金の話はね、いろいろあるんですけれども、この日はね、まあいくつかありまして、次は、はい、日経新聞を見ていきたいと思います。で、日経新聞、19日の日経新聞は、あ、こちらですね。はい。日本はね、物価が上がってきたということでね、まあデフレとずっと言われてきた中でね、まあ、はい、物価が上がってきていると。で、前からね、この番組でいつも注目していることなんですけども、じゃあ果たして賃金は上がるのかということなんですけども、まあ、賃金ってなかなかね、上がったか上がってないのか、明確にこう分かりにくいんですけどもね、例えば、基本給は同じなんだけども手当が増えるっていう場合もありますし、あとは、正規と非正規でですね、違うってこともありますので、まあ、一概にね、この物価賃金、はい、この数字で上がったかが上がってないか判断してくださいって難しいんですけども、まあ一部ね、見方によっては上がったという人もいれば、まだそんな上がってないという見方もあります。で、世界は物価高よりも賃金上昇にあるんだけれども、日本はまだ賃金が上がってないんじゃないか。はい、インフレが起きて、まあ、インフレ一服した感じがあって、アメリカもね、プラス転換だけども、日本は続くマイナスだということですね。で、まあ、物価高になりました。で、賃金が上がってきますってことになると、プラスのね、スパイラルに入っていく可能性がありますけども、物価だけで終わっちゃうとですね、これは生活が厳しくなりました以上で終わっちゃいますからね。まあ、ちょっとこっから先は経営者の責務じゃないかなと思うんですけどもね。まあ、例えばね、基本給が変わんなくても、ボーナスを出すっていうね、方もありますけれども、まあ経営者の責務でしょうね。むしろ賃上げをするための価格設定というね、ことも考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあちょっと見ていきましょうか。はい、世界的な物価高が一服する中で、日本だけが実質賃金の伸びでマイナス圏を抜け出せずにいる。アメリカやイギリスなどは2023年7月から9月期までに名目賃金の上昇率が物価高を上回った。個人消費など内需主導の経済成長を進めるためには、日本でも賃上げの質が問われると。まあこれよくね、須田慎一郎さんね、あ、ここに鎮座してらっしゃいますけども、須田慎一郎さんがおっしゃってますけども、日本のね、今のインフレというのは悪いインフレだっていうことをおっしゃってますね。コストプッシュ型だということですね。だから原価が上がって仕方なく物価が上がるっていうのは、これは悪いインフレだってわけですね。いいインフレというのは、需要が多くて供給が間に合わなくて、供給不足で金額が上がっていく、物価が上がっていく。これがやっぱり収益を生むインフレなわけですから。だから、なんか円安だよね。なんか、ね、電気もガスも、石油も高いよねって言って、はい、それで原価で上がりますっていうことになりますと、結局原価上がって、まあね、物価が上がって、別に儲けが出ませんから、当然賃上げに行かないわけですよね。まあ、須田さんのね、予測してた通り、今のインフレっていうのはいいインフレじゃないだ。はい。だから賃上げにつながらないインフレなんだということなんですけれどもね。ですからまあ、あとはもうね、経営者の決断一つということですけども、これどういうことかと言いますと、ちょっとね、物価が高くなっていくっていうのに私たちちょっと慣れてきましたね。あ、これも高い、これも高い、あ、みんな高くなってますねっていうのに、慣れてきたということがあるんですけども、このね、コストプッシュ型のインフレからね、やっぱり皆さんね、需要が多くなって、供給不足によるね、健全なインフレに移行できるかどうかがですね、勝負なのかなというふうに思います。で、私もね、しがないラーメン屋でございますけれども、やっぱラーメンはね、庶民の食べ物ですから、やっぱこのラーメンの値段がこう軒並み上がっていくというのは、世間のお父さんたちね、なかなか大変だろうなと思うわけなんです。でここそうです、開店以来、何回かね、価格改定はしてきましたけども、その度にね、すいませんと、原価が上がってね、もうね、値上げしないと、もう無理になりましたと、申し訳ないって言って、そういうふうに申し上げてですね、価格を上げさせていただいたことがありますけども、ちょっとね、以前新聞読んでたら、なんか価格上げるのに、定価を上げるのに、謝らなくていい時代になったんじゃないかっていうことをね、おっしゃってましたね。日本人もね、あんま安いと、これ従業員ちゃんと賃金払えてんのかなっていうふうにお客さんの方が心配しちゃうっていうね。いやもう多少上げていいから、ちゃんとね、従業員にね、払ってやってくれというようなお客様が増えてきたらしいですね。ですからこれからはいかに安くてね、うまいものを食わすかだけではなくて、ちゃんと健全な経営しているのかどうか、ちゃんと従業員にね、給料払えてるのかどうか、そんなことも含めてですね、適正価格、適正に賃金を払ってるというね、従業員を大切にしてるっていうね、そういう経営者さんが評価される時代に、なってきているような感じがしますね。なのでちょっとね、このコストプッシュ型のインフレがいきなり訪れることによって、あたふたしてね、日本でもいっぱい物価が上がって、でもこれ上がってって言ってもヨーロッパに比べると大したことないですからね。ヨーロッパのインフレって半端じゃなかったですよ。アメリカもそうですけど、日本はね、インフレって言いますけども、まだソフトな方ですからね。そこでこう価格が上がっていくことを疑似体験というか本体験なんですけども、体験しましたので、あ、こんな感じで物価が上がっていくのかと、それで次に賃金に行くかどうかですね。だからコストプッシュで、あ、もう仕方ないこれだけ上げるっていう時に経営者はもうあと一押ししてですね、あと一押しして、ボーナス出すとか、ね、なんか手当出すとか、基本給上げるとかして、従業員の収入がね、ちょっとでも上げられるようにそこまで見て価格設定をしないといけないと思いますね。なのでちょっと経営環境がだいぶ変わってきた気がするんですね。でちょっとこれね、日経新聞が書いてるのは、確かに日本も名目賃金一時上がった時期もありました。2018年からのグラフがあるんですけども、で確かにちょっとねコロナ明け、少しねこの名目賃金は上がったかのように見える。でもこれ以上に物価が上がっているということになるとですね、賃金上がっているということをほとんど感じられないということですね。これアメリカとかイギリスとかドイツとか比べると日本よりももっとですねしっかりと賃金が上がってるんですよね。で先ほどイギリスの話出てましたけれども、物価上昇よりも賃金の上昇の方が上回っているというね、これがプラスのスパイラルですからね。なのでもうね、ちょっと踏み込めるかどうかですよ。もう経営者が賃金をちゃんと払う。ちょっと上乗せしてね、払えるかどうか。これをみんながすれば、一気に良くなると思いますよ。だからちょっとでもいいから上がるとね、あ、賃金上がってきたと。経済も良くなりそうだと。東京株式市場株価もね、高いですし、なんか日本経済これから上がるんじゃないのかなと。来年も再来年もちょっとずつでもこうなんか賃金上がっていくんじゃないかなっていうね、そんなような期待感が持てるかどうかですよね。これダメだな。物価だけ上がってね、全然賃金に反映されないってなっちゃうと、人々は財布の紐をね、閉じてしまいますからね。ですからもう今日本は本当正念場ですよ。で日本の株が上がってるのって、NISA でね、日本人が、一般の人がね、結構 NISA もね金額が、幅がありますから、そこそこみんないけますからね。みんなが NISA、を活用するようになると、それは株式市場にお金が流れてくる。はい、それだけではなくて、やっぱ海外がね、やっぱ日本の株は割安だということで、海外のお金が日本の株式市場に入ってくるというね、まあ、そういう状況になっているわけなんです。なので、まあ、要するにこう日本の株が割安だ、はい、プラス日本の会社はまだ伸びる、ね、はい、こういう見立てで今世界のお金が日本に集まってきてるわけですから、はい彼らが「あ、いいねいいね」と今後日本ちょっと期待していきたいねっていうふうになると、そのお金さんはとどまってくれるわけなんですけども、あれ日本企業もうちょっとダメかもしれないねってなるとさーっと引いてきますからね。はいまあ後で言いますけども、結局世界の投資家が中国株を買ってたのをやめたわけですよ。中国はもうこれからもう発展しなさそうだと、まあ、未来永劫とは言いませんですけども、まあねここ 1,2 年3年中国はもうちょっとダメそうだなと、どっかいいとこないかなって言った時にあったっていうのは日本なわけですから、はい、で日本株買って上がってあれちょっといいんじゃないのっていう、日本ちょっと経済良くなってきて日本企業頑張ってていいんじゃないってなってくるとですね、また金が金を呼んでですね、はい、ですから日本にとどまってくれてるお金さんがね、なんかここいいとこだな日本にまだいたいなってお金さんに思っていただけるような感じになればですねいいわけなんです。はい、ただですね円安っていうこともあるんですよ。円が安いから円預金を持っておくぐらいだったらで日本の会社の株持っておけば、円安で安く買える上に、ね成長するかもしれないというねダブルで考えてるわけですからね、はい、なのでちょっと今ね踏ん張りどころですよ。はいまあ、経営者だけじゃないんですけども日本のね、仕事をしている人、ね、経営者も含めて今正念場ですから、ここでしっかりとですね、日本経済を上向きにしていければですね、はいこれからどうでしょう、向こう10年ぐらいはバラ色の未来が、ね、あるように私は思いますよ。円安って本当に素晴らしいことなんですよ。だってこのね自国通貨を安くしようと思って必死になったわけでしょ。でドイツが今ね経済を、着実にね積み上げてきたのはあれはもうだってねユーロだからですよ。あれドイツマルクっていう独自のね通貨だったらドイツマルク高くなっちゃって輸出なんかできないわけですよ。で EU ってそれこそね東欧まで含めて貧しい国もね全部束ねて EU なわけですから、ですからユーロの価値っていうのは EU 全体でもって決まってくるので、ドイツから見たらすごい通貨安の状態なんですね。実力以上に通貨安なのでそこで儲けまくったのがドイツですからね。ですからね、日本は独自通貨円を持っていてこれだけね円安悪いって言うけどもそんなことはないわけですよ。はいなので、ね日本はねこれ輸出も増やしてますしアメリカなんかいっぱい今買ってくれてますからね、ここでしっかりとねいい仕事ができれば、それから将来のGAFAにつながるようなね会社が日本から伸び上がっていくっていうことになればですね、だからそんなね中小企業も元気にならなきゃダメですし、もう1社2社3社ドッカーンと伸びる会社があってもいいわけですからね。まあちょっとここは頑張りどころですよ。この円安っていうのがですね非常に日本経済をね押し上げていくいい要素になってくると私は期待しておるところでございます。そうそうトヨタもね頑張ってますでしょ。後でトヨタの株価の話も時価総額の話もしますけどもね、かつての NTT 抜いたっていうんですからねすごいもんですよね。まあ、だから寄ってたかって世界中がねトヨタ潰しにかかってるっていうねことがあるわけです。はい、というわけで、まあね物価高がなんとなく容認される、社会になってきてる、まあ、そこで賃上げにつながるかどうか、ここがですね重大なとこですね。はい、はい、そして新聞バカ旗、はいC さんがね、ついに委員長を辞めることになりまして、はい、はい、田村副委員長ね田村さんが、副委員長の田村さんが委員長になったということですよ。はいまあ共産党大会がありましてでまあ C さんはこの後議長として、残るということですから、陰性が敷かれるんじゃないかというね、ことも言われています。どうですかね、私はもう C さんのまんまで言っていただきたいというふうにね、前々から申しておりました。C さんが、委員長になってからずっと統制等の勢いがしぼんできたわけですよ。ね、新聞バカ旗のね、発行部数もしぼんできたわけですよ。はい。ですからね、もうちょっとね、あともうちょっとで消えるとこですから、ね、だってこんなにね、与党が、ね、突っ込みどころあるところに持ってきて、一つも共産党のね、支持率上がんないわけですからね。なので、もうね、墓場までね、導いていただきたいなということ。私が一番恐れているのは、日本共産党という党の名前が変わることですよ。なんかね、なんでしょう、自由進歩党とかね、なんだろう。だっておかしいんですよ。だって共産党の党ね、一番重要なのは自由と民主主義だって言うんですよ。自由と民主主義。どっかで聞いたことがある名前ですよね。自由民主党ですよ。そうでしょ。だったらもう共産党こそ自由民主党でいいわけですからね。自由と民主主義が党是だってわけですから。だったらね、新自由民主党でも何でもいいんですけども、だからそういうようなね、共産党というね、名前がついてるっていうのは、これはもう限界が決まってるわけですよ。だって共産党ですよ。共産党って名前がついてるからもう発展しないわけですよ。もう共産主義なんか終わってますからね。世界で成功した共産主義なんかないんですから、共産党ですよ。この名前がついている以上、絶対にもうね、伸びないわけです。ですからね、もし私が共産党の委員長になったら、まず党の名前を変えますよ。じゃあ、もう自由民主党だと一緒になっちゃうから、民主自由党でいいですわ。民主自由党。私たちの党勢はね、民主主義と自由なんだと。ね。だから民主自由党で民自党ね。向こうは自民党。で、こっちは新しくして、民自党。はい。そういうふうにして、もう20年、30年経ったら、かつて共産党だったっていうことが、だんだん薄れてきちゃいますよね。はい。そうして、だから、一番が共産党ということですよ。はい。この名前、それで、もう天皇を潰すということを、もうやめますと。やっぱ天皇は必要ですとか言ってね、民自党とか言ってやり始めたら、これは、そう、だから、ロンダリングですよね。名前ロンダリング。はい。経歴ロンダリングです。そういうふうにして、C さんみたいな人いるとね、受けませんから、もっとね、若くていい感じの男の子でも女の子でもいいですけど、連れてきてね、民自党にしてね、やったら、これね、本当にわかんなくなるんですよ。でも革命っていうのはもうやめますとか言ってね。こういう風に持ってかれるとね、ちょっと怖いですよね。若い人をどんどん取り込んで。だって今の大学生とかバカじゃないから、共産党って名前だったらいかないですからね。共産主義の同盟ですからね。共産主義の世界のね、コミンテルンですからね。はい。だからこういうような頭のいいね、だから山本太郎みたいな人が出てきてね。ちょっと表現、身振り手振り表現力を持ってね、なんかこう演説かなんかしちゃってね、名前変わっちゃってってやると、もうそっから先ね、なんか静岡だかどっかでこんなね、つまんない共産党大会とかやらないでね、もうちょっとなんかスマートにこういう風にやられると厳しいですね。かつての共産主義者たちが衣を変えてね、それで、今受難の時代だと。天皇を倒そうっていうのを一旦お口チャック。そして共産主義という看板も下ろして、ね、耐えるんだと。そして政権取った暁にはね、また日本共産党という名前に戻してやるとか言ってね。こういう頭のいいやり方されると困っちゃうわけですよ、こっちは。はい。ですからね、C さんみたいなね、はい。肝川おじさんがいてですよ。ね、そして、党大会とか変なことやってですね、共産主義こうとかやってると、いい感じだね。もう君たちもそっから先には行かないから、もうどんどん衰退してってねって感じですよね。はい。というわけで、だからもう C さんにはね、もう、ほらほら、池田大作さんみたいに死んでも生きたことにしといてもらって、ずーっとですね、もう10年と言わない、あと30年、40年ぐらいですね、日本共産党の委員長をしていただきたかったわけですよ。はい。ですから、ここへ来てね、田村さん、が、まあ、委員長ということですからね。この2人できてるってことはないの？ない？まあ、共産主義あるあるですか？いや、共産主義っていうのはもう大体ね、共産主義のリーダーというのは女性をクソみそにしてきた人がいっぱいいるわけですよ。スターリンをはじめ毛沢東からね、鄧小平とか、もうめちゃくちゃですからね。もう女を人間とも思ってないでね、もう蹂躙しまくってきたような人たちがね、かつてのね、共産党独裁国のリーダーってそういう人が多いわけですよ。プーチンしかり。ね。ですから、ね、ここへ来てね、あれってそんなことないの？私存じ上げないんですけど、そういうことはないんですか？あの二人だと絵的に厳しいですね。あ、絵的に厳しい。あ、でもほらね、好き好きって言いますからね。はい。タデクウムシってますからね。まあどうだかわかりませんですけども、まあちょっとまあどうですかね、田村さん。あ、パワハラ同士のね。はい。まあなんか田村さんもちょっとパリッとしないね。あ、だからいいんですよ。あんまパリッとするとね、やっぱね怖いですよ。はい。息の根をね止めるまでやっぱりこう油断できませんからね。はい。まあこれで小池さんの目はなくなったってことですね。そうですね。はい。で次ね、だから書記局長の小池氏が次委員長になるのか。もしくはそれ以外なのかということですけども、まあ、田村さんの方がまあ若いので、しかも女性ですよね。で小池晃書記局長はまあ年上ですから、まあ、これちょっと小池さんの目はないのかなというね。あ、そう、小池国太、まあ、ここら辺のね、もうでも大体もう顔ぶれがね、もういつもね、はい、かつてはねそこまで行って委員会でね、共産党大会とか行ってね、共産党幹部ずらり並べてやったんですけどね、最近やんないね。あれなんでやんないのかな。来てくんなくなったかな、さすがに。もう毎回もうボロクソクソみそにねまあでも向こうも言い返してこっちも行ってね、うわーってなってましたけどもね、あれ面白かったんですけどね。多分これ自分たち貧乏くじ聞いてるっていうふうにバレちゃったですかね。ぜひね出てきていただきたかったですけどもね。はい、というわけでまあね、C さんから、田村さんに変わりましたことでね、はい「タム友」って呼ばれてるんですか？なんか「タム友」ってね、はい、呼ばれてるらしいですから。はい、いやもう本当に共産主義者ですからね、連中はね。あ、私と小池さんのね自衛隊論面白かった。あれ忘れもしない。そこまで行って委員会でね、まあ共産党の人いっぱい呼んで、私も出てましたけども、国防論議になるわけですよ。そしてね、もういつね中国が攻めてくるか分かんないし、台湾有事も起きるかもしれないからね、ちゃんと憲法9条改正してね、自衛隊をね、ちゃんとね、盛り立てていかなきゃいけないって話をした時に、小池晃さんは「えっ?」ってね中国が攻めてくる、本当ですか？いや来ませんよってわけです。中国見てくださいって、いきなり中国攻めてきますかっていうわけですね。いやいやいや、いやさすがにね今日明日攻めてくるかといったら分かんないけども、国防っていうのは万が一に備えるもんですよって言って、じゃあもし万が一ね、中国攻めてきたらどうするんですかって小池さんに聞いたら、あのことありえないってわけですね。もう絶対ありえないんだから、ありえないことを想定する話なんかないんだってわけですね。でもありえないことに備えるのも政治ですよねって言って、万が一攻めてきたらどうするんですかって聞いたら、いやそれでもありえない話できないってわけですよ。でも国防ってね、目に見えない脅威に備えるのは国防だしね、ありえないことを想像しながら、もしこうなってもこう対処するっていうのが政治の責任でしょうと。もう一回聞きますと。もし中国が攻めてきたらどうするんですかって同じことを3回聞いたんですよ。はい。やっぱ3個の例っていうぐらいですからね。劉備玄徳も3回言われてね、ああそうですか、劉備玄徳は諸葛孔明に3回言ってね、3個の例でもって3回言われたらじゃあって言ったぐらいですから、これテレビでね3回も同じこと聞く人いないですよ。そうしたらついに小池さんが口を割ったんです。どうするんですかって3回目聞いたら、小池書記局長ね、当時福音なんだっけな、当時ちょっと肩書き違ったと思うんですけども、自衛隊に助けてもらうって言ったんですよ。もうそれ聞いた時に津川雅彦さんぶち切れてましたよ。ふざけんなと。なんだそれはと。普段からね憲法違反だとかなんとか言っときながら、いざという時に自衛隊に助けてもらう、なんだこのご都合主義はってね、金美玲さんも吠えてましたよ。これが本音なんです。自衛隊は憲法違反でクソみそに言っときながら、いざ戦争が起きたら自衛隊が守ってくれるって言ってるんですからね。ひどいですよね。あれ見て私なんかもう痙攣を起こしそうになりましたよ。なんだこいつはと。はい。これが共産党の本音なわけですよね。ということは必要っていうことですよ。自衛隊は必要なわけです。だったらどうするって言ったら、憲法改正すればいいんですよ。自衛隊が不要だとなくせって言うんだったら、これは筋通るんですよ。憲法違反だしいらないんだなくせって言うんだったらまだね筋は通ってるんですけど、憲法違反だいらないでもいるなくせない、じゃあどうするんですかって言ったら憲法9条変えればいいわけですよ。そうすれば合憲になるし必要なんだからね。そうですよね。普通それは憲法変えましょうっていうわけですよ。ね、違憲だし憲法も変えちゃいけないと。でもいるんだって。要するにね、憲法に違反している状態を続けろってわけですからね。これが日本共産党なわけです。だからね、突っ込んでいくとね、結構共産党の理屈って本当におバカちゃんですよ。ありえない袋小路にはまってますからね。もう矛盾だらけなんですよ。こんな矛盾をね、さらけ出されたら多くの人ね、もうね軽蔑しますよ。それで最後自衛隊にみんなね守ってもらうって、そんなバカなことあるかっていうね。まあこれだってね、小池さんが出てきてくれてね、みんなと議論したからこの共産党の本性が分かったわけですからね。またね出てきてほしいですけどね。私共産主義者とね議論するの得意ですからね。だって私共産主義者の理論知り尽くしてますからね。だってほら憲法学んできましたけども、憲法ってもう共産主義者たちが作り上げてきた学問ですからね。まあ一部例外はあるんですけれども、基本ね自由だ人権だ、民主主義だ、そんなものをですね、大学出てからさらに勉強しようなんていうのはもうやばい思想の人が多いわけですよ。全部とは言いませんよ。で大体ですね日本の憲法学の通説になってるのは、共産主義者もびっくりするようなバリバリのですね思想の連中が中央にいるわけですから、ど真ん中ですからね。まあだから私も共産主義者たちが書いた本をもう何千冊読んだことか。ですから彼らの思考もよく分かってますし、なんなら共産主義者のふりして議論しろって言ったらね、保守派の連中ねなぎ倒していくぐらいのね自信ありますよ。彼らがどういう理屈でね、なぜ日の丸を反対してるのか、なぜ君が代に反対してるのかとかね、なぜ保守思想に対抗してるのかとか、私もそう歴史学もそうですよ。考古学もそうなんですけどね、だいぶ最近はね、ちょっと変わってきてますけどもね、ですからもうね膨大な数の彼らの論考を読み込んでます。でね私の読書っていうのはもう全然思想の違う考え方の違う人の本を読むわけです。こんなやらふざけんなよって、なんでこんなこと思ってんだ、なんでこんなこと思ってんだ、読み進めていくとだからかみたいなね、こういう読書を大学生の時からしてきたんです私は。だからね自分と思想が同じような人の本はあんまり読んでこなかったんですよ。自分と思想が同じ人の本読むと「そうそうそうだよねそうだよね、うんわかるわかる、僕もそう思ってた、ああ読み終わってなんか得るものあったか、多分得るものないんですよね。いや読んでる時うんそうだよねそうだよねってなるんですけどもね、ですから私はもう全然敵を知らないとこ戦えませんから、もうねだって皇位継承の議論なんかももう左派が書いた論考基本全部読みますからね、全部読んでます。はい、だって私ね慶応大学の大学院で憲法1条だけで1年間通年の授業やってたんですよ。憲法1条だけで1年授業をする人なんかいませんからね。憲法1条だけでどれほどたくさんの議論があるかですよ。これは左派が全部作り込んでるわけですからね。ですからもうねうちまあ膨大な数の本を読んできましたけども、うちにある本多分びっくりしますよ。私の書庫来たら共産主義者の書いた本ばっかですからね。ってびっくりすると思いますよ。はい、ですから私ね共産党の立場でね議論しろって言われたらできます。もう保守の連中論破してやりますよ。そのぐらい共産主義者の立場で立論できますよ。はい、だからね私ね共産党の連中とね議論したいんですけどもね、出てこないからな。はい、というわけです。では、いきますか。共産主義入門とかそのうちやりたいんだけどね。彼らがいかにアホかっていうのね。彼らの理屈を書いてみんなで笑うっていうね。だっておかしいんですよ。憲法学の通説だと、現在の天皇陛下は第3代って書いてあるんですよ。3代って初代は誰だって言ったら昭和天皇だったわけですね。これそういうおかしなこと言ってる憲法学者がいるっていうんじゃないですよ。憲法学の通説なんですよこれ。だからねもう伝統的な皇室っていうのは昭和20年の8月ね15日にポツダム宣言受諾したことによって、まあ、実際に受諾したのは8月10日なんですけどね、それによってもう完全に崩壊したってわけですね。でも皇居もあるし昭和天皇も人良さそうだし、まあ、使い勝手あんじゃねって言って政治権限を全部剥奪して人畜無害な象徴として形だけ残して使おうってなったと。したがって、ポツダム宣言受諾前までの、皇室とポツダム宣言受諾後の皇室というのは本質的に全く違うものになったのであって、だからしたがって現在、まあ、たまたま天皇という同じ名前だから同じように見えるけど実は全然本質的に違うんだと。でもまあなくしたらもったいないから、国民が新たにね戦後皇室というものを象徴としての天皇というものを創設したんだと。ね、したがって、初代天皇は、昭和天皇であり、だから皇室のことを考える時にはそれ以前のことは一切何の考慮もしなくていい。はい、これが宮沢憲法ですから、東大憲法ですからね。この憲法学の圧倒的通説ですよ。やばいですよね。で、天皇は日本国の元首ではないというのが憲法学の通説なんですよ。だって、ね、外交官が行く時天皇陛下からね信任状が発行されて、例えばアメリカに行って天皇陛下からアメリカの大統領に信任状を渡すわけですよ。それで着任できる。国家元首から国家元首にね手渡すのが信任状なわけです。もう世界中天皇は国家元首だというふうに扱ってますし、そう運用してるんだけども、なぜか日本の憲法学者だけは天皇は国家元首ではないというのが圧倒的通説なんですよ。じゃあ誰が元首ですかっていうと誰も答えられないですよ。首相なわけないでしょ。だって天皇から任命されるんだから。誰が元首なのって、最高裁判所の長官、それ違うでしょ。衆議院議長、いやいやいや元首じゃないよね。誰が元首かって、ね、さっきの小池さんじゃないけど詰めていくと国民だとか言うんですよ。国民が元首バカかって話ですよ。もう本当に意味不明ですよ。国家があったら誰かが元首なんですね。天皇が元首じゃないって誰が元首なんですかと。元首いないっていないわけないんですよ。無理やり答えさせたら国民主権だから国民って、いやアメリカも国民主権だけど大統領ですけど、イギリスだって国民主権だけど元首はね国王ですよ。何を言ってんだって話ですよ。もうね憲法学の通説ってもうはっきり言ってもうお笑いネタですよ。バカじゃねえのって話ですからね。こんなのが通説ですよ。もう笑っちゃうんですよ。もうだから私そういうのを読んでなんじゃこれはと思ったんですよ。こいつらバカじゃねえのと思ったんです。なわけねえだろと思ったんですよ。はい、それでちょっと論理的にこれを否定してやるかということで、まあ、皇位継承議論から入って天皇とは何か、憲法第一条は何なのかというふうに入っていったわけですからね。はい、そうそう、バカじゃなきゃ最高になんないですよ。まあ全員が全員と言わないですけども、憲法学者ほんとやばいですよ。ほんとやばいですから。で、そういうアホな憲法の解釈にのっとって、天皇の憲法解釈が行われてるわけですから。ですから皇位継承の議論で伝統がって言うと何言ってんだと、まだ第3代じゃねえかってクソ真面目に飛んでくるんですよ、それ。だって憲法学者が天皇の存在憲法違反だったわけですよ。いやいや、条文に書いてあるんですけどって話ですよ。だって政教分離で書いてあるから天皇の存在は憲法違反ですと。平等って書いてあるのに平等じゃないから憲法違反です。いやいや、一条なんに書いてあるんですけどって。いや憲法第一条が憲法違反ってどういう意味ですか。もう意味が分かんないですよね。はい、これがですね、これがもう共産主義脳なんですね。あ、ラサール石井とねが言ってるやつ、私ちょっとツイートしたらヤフーニュースになってましたけどね。彼のことを私人間ではないって言いましたからね。そしたらそれがタイトルになりましたけど、デイリーニュースでね。そりゃそうですよ。だってね、だって自分の愛する人がどっかの軍に連れ去られたり殺されようとしてる時に抵抗しないって、そんなバカなことあります？ほんのね、自分のね妻子供がそうなってですよね、何もしないってわけでしょ。人間じゃないですよね、それね。いや、だから桜井よし子さんのことをねディスってましたから、これちょっとラサール石井のことをディスっとかなきゃいけないなと思ってですね、人間ではないって書いたらヤフーニュースになってましたけどね。そうです。はい、というわけで。生命ですらないみたいなね、そうなんですよね。というわけです。まあちょっと共産党がねトップが変わったといっても、まあ中身は変わってませんので、まあ多分ね、どうですかね、まあ田村さんどうかな、多分 C さんの方が頭いいんですよね。はい、田村さんの方がちょっとまだね青いというかね、はい。というわけです。またね、共産党が今後どう変化していくかね、ウォッチしていきたいと思いますけども。はい、次行きましょう。20日です。はい。まあ今日のメインと言ってもいいかもしれませんね。歌会始めがありました。はい。歌会始めの儀ね。行われましたよ。読んでいきましょう。陛下、人々の笑顔思われ、歌会始めの儀はお題に、新年恒例の歌会始めの儀が19日、皇居宮殿松の間で和をお題に行われた。天皇皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、高円宮久子様の長女、通皇様のお歌と一般応募の15270首。の中から入選した10人の歌などが古式ゆかしい節回しで披露された。はい、天皇陛下、ちなみにですね、もう毎年これね解説してるんですけども、一応ですねもう一回、説明します。五七五七七31文字、これ和歌ですよね。まあ普通私でも誰でもね五七五七七読んだ和歌と言います。はい。で、天皇陛下がお読みになった和歌は御声と申し上げます。はい、皇后陛下は御声とは言いません。天皇陛下がお読みになった和歌は御声と申し上げます。はい、ですからNHK なんかがね「天皇陛下のお歌は」とか言うんですけど、これは、間違ってます。御声でございます。はい、それでですねまあ近江歌とかいう場合もありますけどもね、まあ御声が一般的ですね。皇后陛下のお読みになった和歌は御歌と言います。はい、御歌です。御声御歌ですね。で、それ以外の皇族方がお読みになった歌はお歌と言います。もう一回言いますよ。漁政、身歌、お歌です。で、それ以外の人、一般人の読んだ、歌は歌と言います。だから内閣総理大臣が読んでも歌です。ですね。はい。だから NHK はね、天皇陛下のお歌はとか言うんですよ。お歌？お歌って一般皇族がお読みになったのをお歌って言うんです。だからまだね、天皇陛下の和歌はっていう方がまだいいですよ。天皇陛下のお歌？それはおかしいでしょ。お歌言うなら、天皇陛下の御声ですよ。ね、もしくは天皇陛下の和歌でもいいですけども、天皇陛下のお歌？だって NHK だって皇室担当の記者いるんですよ。天皇陛下のお歌？おかしいでしょうよ、NHK がね。御声でございます。天皇陛下の御声ね。はい、天皇陛下の御声、一応ですね、慎んで読ませていただきます。おちこちの旅路に会える人々の笑顔を見れば心和みぬ。はい。和という字ね。読み方は和でもいい、和みでもいい。大和と書いて大和でもあります。あ、ちょっと大和さんからまたプレゼント品が届きましたからね、ビサラン。これちょっと後で育毛剤またプレゼントやりますけども、なんかね、いろいろとメッセージも来てますからね、後で紹介しますけども。だから和という字を使っていれば、読みは何でもいいということなんですね。はい。で、ちょっともう一回ね、天皇陛下の御声が、おちこちの旅路に会える人々の笑顔を見れば心和みぬというね、こういう行政であります。ここにですね、天皇陛下のね、この長い長い間、コロナによってご活動が制限されていた、そこのね、苦悩がね、読み取ることができるわけです。ですからご即位間もなくね、コロナにまみえて行事がほとんど全て中止ですよね。そして県外に行くこともできず、本来であればあれもこれもあれもこれもやるべきことがあるのにできないということで、大変辛い思いをなさったと思うんですね。ところが昨年ようやくね、類が変わりまして、インフルエンザと同じ法律上の扱いになりましたよね。それで天皇陛下も、去年から本格的にご活動をなさるようになった。なので、ようやくね、来ることができた。ようやくね、この行事に参加することができた。その長い長いコロナの間のね、積もる思いが、この御声に表れているなというふうに思います。天皇陛下がね、令和の新たな時代のね、例えばオンライン行幸というね、行幸というのは天皇陛下がおいでになることを行幸なんですけども、県をまたいでの移動がかなわない時に、皇居からですね、オンラインで天皇陛下がご参加になるオンライン行幸というね、これコロナにならなかったらオンライン行幸なんかなかったと思うんですけども、それでもその会に集う人たちは天皇陛下がね、今リアルタイムにね、皇居からね語りかけてくださるということに大変感謝し、胸が熱くなったわけですよ。そういうね、オンラインを使いながらね、天皇陛下として、何をなさるべきかといろいろね、お考えになった上でのそういう工夫だと思うんですけども、でもやっぱりね、昨年から実際にね、その場に行って人々とね、直接会うことができるようになった。はい。これはですね、やっぱ天皇陛下からしたら、やっぱ直接会うことのね、この価値というのを改めて、かみしめたのではないかなと思うわけなんです。ようやく来ることができた。ようやくね、直接会うことができた。その苦悩と喜びをですね、この御声に、込めてくださってるんだなというふうに、大変結局これご公務のことですよね。このご公務というのを天皇としての義務、ただやらなきゃいけないことではなく、一つ一つの公務に意味があり、それを陛下が喜びとしてですね、その公務になさってくださっているというですね、そういう陛下のお考えが伝わってきますね。もう一回読みますよ。おちこちの旅路に会える人々の笑顔を見れば心和みぬ。ね。あちらこちらね、旅先で会った人たちの笑顔を見ると、ね、心が和むというね、いや天皇陛下を出迎えた人たちの心が和んでるんですけども、ね、みんなに力を与えてくださってね、ありがたい、和ませてくれてありがたい、その天皇陛下が自ら和んでらっしゃるという、いやいや和んでるのは私たちですよと、天皇陛下いらしていただいて本当に幸せな気持ちになりましたっていうね、でみんなでね力を合わせてお迎えする日をね、みんなにもうね今か今かと待ちわびてたんですよと、感謝しなきゃいけないのは私たちなんですよというね、まあね風にみんな思ってると思うんですけども、天皇陛下自身がねみんなの笑顔を見て和みましたと。いやいやいや、もったいないです、というね、だから国民も幸せになる、天皇陛下も幸せになるというね、そんな風なお考えを陛下の側から示してくださるというのはですね、なんと尊いことかありがたいことかというふうに思うわけです。はい、そして皇后陛下の御歌ですけれども、このような御歌でございます。広島を初めて説いて平和への深き思いを吾子は綴れり。広島を初めて説いて平和への深き思いを吾子は綴れり。はい。吾子ってのは我が子ですね。利宮愛子内親王殿下のことですよ。当然皇后陛下はですね、広島においでになったこと何度もあったでしょう。広島を初めて訪問した。そして平和への深い思いをね、我が子利宮愛子内親王殿下が綴ったということですよね。はい、愛子内親王殿下ご就職も決まりましたけども、まあ、立派な千年皇族としてですね、ご公務を担ってくださってます、その娘が初めて広島に行った、平和への深き思いを綴った我が子のことをですねお読みになったということでございます。まあもうちょっとこの産経新聞の記事を読んでいきましょう。天皇陛下は御成で全国各地の訪問先で温かく出迎えられたことを振り返り、人々の笑顔を見て和んでいくご自身の心情を読まれた。陛下は皇太子時代を含め全都道府県に足を運び、即位後も皇后さまと共に地方訪問を重ねられている。皇后さまは長女の利宮愛子さまが中学の修学旅行で広島を訪れ、その経験を卒業文春に書かれたことをご回想、ね、平和を尊ぶ気持ちが次世代に継承されることを陛下と共に願う皇后さまはこの出来事を感慨深く思ったといい、その気持ちを歌に込められたということでございます。そしてでまあ、この歌会始めの儀っていうのは宮殿松の間、宮殿の中でも、最も格式の高いお部屋ですね、即位礼正殿の儀が行われた、この格式の高いお部屋でですね、行われます、そしてこの歌会始めの儀が終わりましたら、その後入選者との懇談、まあコロナまではね、上皇陛下の代までは別の日に天皇陛下のご自宅に招かれてね、お茶会が催されたんですよ。入選した10人がお茶会に呼ばれてですね、この歌はどんなお気持ちでお読みになったんですかみたいにね、両陛下からご下問があったりなんかしてね、ですから、両方あったんですけども、ちょっと今、コロナがあって、ちょっとその後ですね、懇談、この儀式の終わった後懇談がですね行われるということでございます。この時にですね能登の震災の話もですねお語りになったということでございます。ですね、石川県かほく市、はい、能登の地震で被害に遭ったこのかほく市の、市の職員さん、32歳のね女性ですけどもね、この方が入選していたそうなんですけども、こんな地震があったからもう辞退しようかという考えもあったらしいんですけども、周りからね、少しでも明るい話題をということで背中を押されてこの方参加したんですね。そうしたらね、両陛下から「地震大変でしたね」というお声がけがあったということでございます。でこの宮村さんという方ですけど、取材に対して両陛下が本当に心配しお心を寄せてくださっているのが伝わってきたというふうに答えています。そしてですね、毎回ねこのね、入選が歌会始めの記事を読むときに、一番ね若い入選者、紹介、することが多いんですけども、今回一番若く入選したのは新潟県の神田日和さん17歳ね、17歳ですからまあ高校生でしょうかね。なかなかさすが Z 世代というかね、感性がね若いですね。神田日和さんのお読みになった和歌紹介します。それいいね、不破雷動の私でもこの恋だけは自己主張する。あらそれいいね、不破雷動の私でもこの恋だけは自己主張する。はい、なんか恋心ですね。共産党の不破さんは関係ないですからね。不破雷動、まあ何でもいいねいいねうんいいねって人のね話に何でもねそうだよねってのいつも乗っちゃってる自分だけれども、この恋だけはねじゃあ自分のね考えがあって言うべきことは言うんだと、自己主張するんだというね、普段は優しくね同調しながらも言うね恋だけは言うんだとね、そのねそれだけ真剣な、恋のお相手、まあ、実っているのか実っていないのか存じ上げませんですけどもね、はい、そんな真剣に恋に向き合う17歳女子の気持ちがね書かれているということでございます。まあ、この恋というのはどのような恋なのかねちょっと分かりませんですが、もしかしたら両陛下がねお聞きになったかもしれませんよ。どんな恋ですかみたいにね、いや実はみたいな恋バナで盛り上がったかもしれませんですけれども、はい、17歳ですね。で2番目に結構またね若い人ね、京都府の小池博美さん21歳、目をつむり1分間を祈る時皆が小さき平和像なりというね平和を歌った行政であります。この21歳これ大学3年生らしいんですね、京都の大学生。皇后陛下がね平和について真剣に考えていることを心強く思いますというふうにですねお話になったそうでございます。はい、そしてもうすでにですね来年の歌会始めのお題が発表されています。はい、夢ですね。夢。はい、漢字で夢です。ひらがな、カタカナはダメです。漢字で夢です。例えば正夢とかね。あとなんかまあ音読みでも訓読みでもいいんですけども、夢という言葉が使われていたら OK ということです。でも宮内庁のホームページで発表されていますのでね。はい、締め切りは9月30日でございます。でこれちゃんとね和紙でこういうふうに書いてとか全部決まってますから、これお役所仕事ですからね、なんか目立つように大きい紙に書いたとかダメですからね、ちゃんと企画通りにもう大きさも決まってます、どう書くか全部決まってますから、目立つようにじゃなくてね指定された通りの様式で書いてください。和紙に毛筆ですからね。はい、でこれね入選したら入選したんですごいことですよ。皇居に招かれるんですよ。はい、そして天皇陛下とお茶会があるわけですから、はい、はい、ぜひね頑張っていただきたい。でなんなら家族みんなで書いて応募するといいですよ。子供が入選すると、両親片方だけかもしれませんけど一緒についていきますからね。はい、おじいちゃんおばあちゃんが入ると引率でねついていきますからね。だから家族みんなでね毎年応募して誰かが引っかかれば一緒に行けるというですね。それからですね当選したら当選したでこれは素晴らしいんですけども、オリンピックじゃないですけど参加することに意義があるわけです。どうやら、奥深くから漏れ伝わるところによりますと、どうやら天皇陛下は全ての応募された和歌をお読みになってらっしゃるそうですよ。はい、ほらまあ天皇陛下はね知らすご存在ですから、国民が今どんなことに喜怒哀楽思いを馳せているのか、そんなことを知るということもですね陛下のお祭りに、必要なことだということで、ですから天皇陛下は国民のね、感覚をお知りになる非常に重要な行事でもあるわけなんです。ですからはい宮中奥深くから漏れ伝わってくる話ではありますけれども、どうやら天皇陛下は全部の応募に目を通してらっしゃる。ようでございます。ですから自分の書いたね和歌がこの紙が陛下の御前、ね、天頂に達すると、ね、そういう価値があるわけなんですよね。はい、なのでそう天覧に供するというですね。はい、ですからまあその上でましてや入選しちゃったらもう大変なことですよ。はい、家族みんなでね何十年応募し続けたら、ね、どこかで、そういう機会があるかもしれませんからね。もうぜひぜひ毎年ね応募していただきたいなというふうに思います。で私いつもね解説してるんですけども前からねこの番組見てくださってる方は耳たこだと思うんですけど一応傾向と対策を申し上げておきましょう。はい、なんかね難しい和歌を読もうとしなくていいです。はい、なんかもうなんか平安時代のね「タラチネの」みたいなね別にタラチネ使っちゃいけないってことないんですけどもなんかこの万葉的な要素を盛り込んでみたいにね難しいね和歌を読もうとする必要はありません。大体ですね民間からの応募者の読むと結構普通で、まあ、さっきのね神田日和さんなんてねそれいいね不破雷堂の私でもこの恋だけは自己主張するというね、ええだからぬばたまのとかなくてもいいんですよ。はい、だからもう普通の言葉でいいから、ちゃんとね今年だったら「和」ですね来年は「夢」ですけどもはい、それを使って書けばいいです。でなんかねなんか、芸術性を高める必要ないんです。はい、和歌としてねレベルが高いかどうかとかあんまり気にしなくていいです。で私の傾向と対策としてはその人の等身大のその人の日常が垣間見られるような和歌が入選する傾向にあります。はい、例えばね何歳とか職業とか知らなくてもその和歌を読んだら「あこの人学校の先生なんだ」とか例えば職業がわかるとか「あこの子学生なんだな」とかねなんかそういう年齢がわかるこの人主婦なんだなとかねだからなんかそういう職業とか、まあ、日常の、ね、子育てをしている時仕事をしている時お客さんと接している時にふっと感じた何かその場面とか何か見た時何か感じた時パッと窓の外に目をやった時に何かね見えたとかなんかそういう日常生活の中でちょっと何かねの場面その場面があこの人の日常はこんなことがあったんだなとか、ねなんかそういうですね何ていうのかなその人の等身大のその人の何かが感じられるような和歌が入選する傾向にあります。全部が全部じゃないですけどね。はいなので形張ってね芸術性の高いものを書こうなんて「ぬばたまもの」とかやんなくていいですから。はい、普通の言葉を使って現代語でいいですから、はい、読んでいただいたらいいんじゃないかと思います。はいあと、これいつも申し上げていることなんですけども必ず外国に住んでる人は入ります1人、はい、外国枠がありますから、今回もアメリカ合衆国カリフォルニア州在住の川崎春子さん81歳入ってます。だから例えば今ねその海外に赴任してるとかもしくは子供が留学してるとかチャンスです、はい、留学先赴任先から応募してください、はい、外国からの応募枠1枠毎年必ずありますから、はい、多分ね当選する率が高いですから、はい、海外にいる人チャンスです。そしてもう一つ学生枠がちょっと今年は高校生大学生1人ずつでしたけども大体ね中学生だったり高校生だったり大学生だったりとか若い学生枠が1か2あるんですよ。はい、で学生もそんなに応募してないと思うのでもう小学生とか子供3人いたら3人とも書かした方がいいですよ。親ついていけますからね本当に子供にね小学生中学生和歌書かせたらいいですよ。はいそしてそういう子どもたちが考えていることが天頂にも達するわけですからね「ペンペンはダメです」「書きなさい」って言ってねそれきっかけでね毛筆とか好きになるかもしれませんからね。はいというわけで子ども枠学生枠がありますからね出してくださいね。あ LGBT 枠は知りませんそれは知りませんまぐわいの、そんな枕言葉ありませんからね。ダメですよ。まぐわいのから始めないでくださいね。というわけで、はい、歌会始め。ペンペンはダメですよ。ペンペンはダメ。まあちょっとね、こう、他にも、あ、ほら、宮内庁のホームページに過去のね、入選作品全部載ってますから、まあそれを読むと私が言おうとしていることはわかると思います。はい。その人の職業がわかる。性別がわかる。どんな日常なのか、その日常の、一コマを切り取って、あ、こんな感じなのかなって言って、その人のね、ことがちょっとわかるような、まあ、そういうようなあの歌が、選ばれやすい。やっぱほら陛下は知らすご存在ですから、まあ、国民の、ね、考えていること喜怒哀楽が分かるようにっていう、まあ、そういう選ぶ人のやっぱりそういう視点ってやっぱあると思うんですよね。あ、こういう感じ陛下に見ていただきたいなっていうのがどこかにあるように思いますね。はい。肩肘張らなくていいですから、自然体で、ね、自然体で書いてくださいね。はい。というわけで、来年は9月30日当日欠進有効でございます。はい。ぜひぜひ、ね、応募してください。こういう話毎年してるんですけど、これを聞いて、そうかって和歌書いて応募したら、入った人いましたからね。この番組から一人送り出してますからね。すごいすごいですよ。一人ね、本当に入選してるんですよ。はい。ですから、はい。ぜひ皆さん、やってください。来年は夢グループですよ。あ、いや、夢。はい。夢です。夢グループじゃないです。夢です。武田枠はないですけども夢ですから、はい、武田チャンネル枠ね、はい、夢グループ関係ないですからね。社長安いとか言ってもダメですからね。はい、そして。この前ね、そこまで行って委員会にね、出ていただきましたね、お二人。はい、ちょっと、次。安全保障に関する話、もう一ついきます。ああね、今、はい、リンク貼ってもらいました。歌会始めの儀に関してね、詠信要領。まあ、詠信、まあ、歌を読んで、まあ、送るということで、詠信って言いますけどね。令和7年の詠信要領、もう公表されていますので、今からでもね、ちょっと何種も出しちゃダメですよ。これちゃんともう書いてありますけれども、毎年1人1種だけですからね。2種出すとそれだけで失格になりますからね。ちゃんとルールを守ってくださいね。はい、あれこの人同じ人だなって言ったらね、両方ともボツになりますからね。はい。あ、渾身の一首とかそんなんじゃなくていいですからね。何気ない日常の風景を読んでいただければ大丈夫です。はい。できれば毎年ね。はい、では行きましょう。アメリカの第7艦隊の船をなんと日本企業が修理することになりました。はい、アメリカのね、艦艇ってアメリカに帰って修理することしかなかったんですけども、日本企業が船を修理する、はい、日米のね連携もここまで来たかと。だってね、いろいろな機密もあるわけですから、それを信頼できる日本の、ね、整備、修理委託するわけですからね。これはすごい信頼関係がなければできないことで、そこで変なもの仕込まれたりとかあるかもしれませんからね。ですからそんなね、自分とこの船よその国で修理なんかさせないですよ普通は。これ日本ではするって話ですからね。はい、いきます。ラーム・エマニュエル駐日米大使は19日、アメリカ海軍艦船の大規模修理を日本の民間会社に委託するために、日米で作業部会を発足させたことを明らかにした。大将はアメリカ海軍横須賀基地に司令部を置く第7艦隊所属の艦船、従来はアメリカ本土の造船所で対応してきたが、派遣先の日本でも修理ができるようにすることで日米による抑止力を高める狙いがある。19日、同基地を訪れたエマニュエル氏が公表。第7艦隊の艦船を常に稼働可能な状態にしておくことが重要だ。日本と米国が能力を発揮し、自由で開かれたインド太平洋のために貢献できることを願うと強調した。最初の修理は佐世保基地に配備されている揚陸艦ニューオリンズ25,000トン。で、1月末までに開始するというと、もうすぐですよ。すぐ。間もなくね、揚陸艦ニューオリンズ。揚陸艦って敵陣地に兵員を輸送する船ですよ。強襲揚陸艦ってやつですね。LCAC とかね、ヘリコプターとかを使ってブワーッとね、兵員、それから重機類を含めてね、この輸送する。これって台湾有事が起きた時にまず活躍するのが揚陸艦ですからね。はい、これもしいざという時に、あ、やべえこれ動かねえとか、あ、壊れたって話になった時に、これね、アメリカ本土まで運んで修理するって、これ話にならないですからね。だったら、あ、じゃあ日本でパパッと修理してすぐ行ければ切れ目なく行けますからね。はい、でやっぱね、自分の船を預けて修理させるわけですから、それはね、よほどね、よほど信頼できる相手じゃないとやらないです。でまずね、そういう信頼できるということもそうなんですけども、技術の腕前ですね。これね、例えば私ね、自衛官から聞いたんですけども、飛行機の整備は、日本はものすごく信頼されてるんですって。で、大体ね、アメリカの戦闘機の修理工場ってどういう状況かというと、なんかね、もうビスとかポロポロ落ちてたりするんですって。あれ一本ねえとか、あれどっか落ちた、まあいっかみたいなね、ビスピンがね結構ポロポロ落ちてる、これ普通にあるんですって。ところが日本では一本ネジがピンって飛んでどっか行ったら、もう見つかるまで何日かかっても探させるって言ってましたね。一本のミス、あ、一本のネジ、これも紛失は許されないって言って、だからそのね、整備にあたる整備員たちの意識が全然違うんですって。だからこれってすげえすげえってアメリカから言われるんですけども、日本人からしたら当たり前の話なんですって。だから日本で整備するとすごいコンディションがいい。で、日本人に整備させるとこれ信用できる。そういうふうに飛行機の整備では米軍からものすごい高く評価されてるっていうんですよね。はい、ついに揚陸艦ね。25,000トンの揚陸艦、これの整備も日本が担うことになる。これ第1号ですよね。でもしかしたら今後、ね、空母だったり、イージス艦だったり、いろんなものをですね、日本側が整備することになるかもしれません。はい、というわけで、これってやっぱりこのいざ有事の時に急に「じゃあちょっとこれ見てくれ」って言っても、やっぱ普段からやってないとできませんからね。だから平時から、あえて、じゃあこの修理をあえて日本でやってもらおう。はい、こういうふうにやって、日本とアメリカのね、この連携してことに対処するというね、平時から連携することによって、いざ有事になった時にも、今まで通りスムーズにですね、お互いが補完し合うという。はい。だからね、普通1+1は2になりますよね。ところが日本とアメリカ、自衛隊と米軍がしっかり連携すると1+1が2より大きくなるわけですよ。はい。ほら、1+1が2っていうのは、ただ10だったのが20になったみたいな、それって別にね、人数倍になったら倍っていうそれだけの話で、ただの足し算じゃないですか。はい。ところがお互い相互補完するってことになると、これはね、2ではないんですね。2より上になる。だからお互いがね、連携できないと、お互いギクシャクしちゃって足の引っ張りが行こうと思ったら引っかかってるみたいなことになりますよね。そうすると1+1が1にしかならなかったり、1+1が実は 0.7 になっちゃったり、もうこっちだけでやった方がいいわみたいになると、1+1はね、1以下ってことになっちゃうわけですよね。これがうまく連携すると1 +1 が3にも4にもなりうるということですね。ですからこれって防衛費 1% か 2% になったから倍かよって話なんですけども、実は日米がしっかりと連携するっていうのはそれだけで実力が高まるわけですよ。はい、予算かかってないのに上手に連携するだけで実力が高まる。はい、これはですね大変有意義なことなので、これは別に艦船の修理だけではない、日本とアメリカでどんどんですね今連携して対処できるようにどんどん進んでます。はい、なのでもう陸海空の統合運用、それから米軍自衛隊のが統合してね連携していくことに当たる。はい、そういうふうにどんどん進んでいる。これが自由で開かれたインド太平洋構想を実現するためにですね、予算をかけずにできることですね。はい。本当は憲法9条を改正するとそれだけで急にドーンと防衛力上がるんですけどね。だって今はね自衛隊が素晴らしい装備を持っていてもぐるぐる巻きにね鎖で縛られてますから、それで「はい戦え」って言われてこの鎖さえ切ってくればもっとね大なた震えるのに、縛られたまま戦えって言われてもね、これはちょっとね限界がありますよね。ですから憲法9条をね、書き換えるってこれ防衛予算1円も使わなくていいわけですから。なので防衛費を2倍に上げる、これはね絶対必要ですからやっていただきたいんですけども、米軍との連携、いやもしくは米軍以外、例えばイギリス軍だったりオーストラリア軍だったりね、そういうところとしっかり連携をして、ひいてはねこの憲法を改正する、これによって日本の自衛隊の実力というのは何倍にもなるっていうね。ことです。ですからなんか 2% にしたらなんか強くなるんでしょうみたいなね、それ安心しちゃダメですよ。2% にして安心するんじゃなくて、ね、今言ったようなことをして、予算はね 2% だけかもしれませんですけども、それ以上にですね実力を高める。そういうふうに、していかないといけないと思います。台湾有事の時にはもしかしたら北朝鮮も暴発するかもしれない。プーチンだって南下してくるかもしれないわけですから、そうなった時に日本の自衛隊だって二正面作戦しなきゃいけないようなね、状況だって起こりうるわけですから。今台湾有事で中国軍だけっていう想定ですけども、その時の後ろから来たらどうするのか。現にソ連なんて後ろから来ましたからね。アメリカと戦っている時に日露、日ソ中立条約結んでいる相手のソ連がいきなり裏切って攻めてきましたよね。はい、ですから二正面作戦っていうのも本来は想定しておかなくてはいけないわけなんです。はい、ですから日本がね中国軍とまみえる時に背後からプーチンが攻め込んでくるかもしれませんからね。いや攻めてくると思わなきゃダメですよ。ですから2% にして OK ではなくてね、それ以上に予算をかけずにできること山ほどあるということですね。はい、というわけで米第7艦隊日本企業が修理というね、非常にねいいニュースですね。と思います。はい、それでは、もうちょっと行こうかね。じゃあちょっとここをやってビサラン行こうかな。井上大和さんからねまたプレゼント来てますからね、育毛剤新商品出たんですよこれ。まつげ美容液、ナイトリペアエッセンス美容液、ちょっとまた後でこれだけちょっと先やっちゃいます。21日、はい。はい、では行きますよ。これね、チャートは語るっていう日経新聞の、日曜版のトップなんですけども、正社員の壁、人手不足でもね、正社員の壁があると。だから非正規雇用は増えてるんだけども、正社員増えてないと。だから失業率は改善してるんだが、非正規の率が増えていってるってわけですね。でこれ具体的にこれ表になってるんです。1992年の時、非正規は 20.5% だったと、どんどん増えていって非正規今 36.9%、 4割近い人が非正規だってわけですよね。はい、で正規雇用はちょっと増えてるんだけども、結局は比率でいうと非正規が多いと。そしてこの非正規の賃金水準が低いっていうことを言ってますね。正社員と比べた時に日本は、非正規の方は賃金が低いってわけですね。イギリスだったらねもう正規と非正規の差っていうのはもう、非正規でも 85%、フランスでも 81%、 でも日本は 65% だったわけですよね。はい。で非正規の人が正規に転換しようと思ってもなかなかうまくいかない。そうすると正規と非正規でね、格差というものが出てきて、これはもう固定しかねないというね、まあ、こういうような分析です。まあ、ちょっとですね、まあ、ちょっと読んでいきましょう。非正規社員から正社員への転換が進まない。正社員になりたい人のうち実現できたのは 7% 前後にとどまる。人手不足感は高まっているのに人材のミスマッチで非正規からの採用は伸び悩む。日本は主要国に比べて正規と非正規の給与の差が大きい。日本全体の賃金が低い要因になっている。今パートで働いているなら募集要項の給料より下げていいですね。埼玉県に住む三浦直美さん加盟はある会社の最終面接でこう言われて言葉を失った。現在は週4日、社会保険労務士事務所でパートとして働く。子どもの教育費のため社員での働き口を探したが、職歴にパートとあるだけで条件を下げられ、採用を渋られた。20社近くに応募してようやく別の社労士事務所から内定を得た。毎月の手取りは7万円上がって約18万円となり、賞与も出る。嬉しい反面で非正規から正規になる壁は高いとため息をつくと。まあ社労士事務所でそのざまですからね。前職パートだと、ああパートですだったらこれでみたいな、もう完全にもうそういうふうに見られちゃってますよね。はい、まあそういうですね、まあ、記事があります。で結局ね、この、働いてる人の数はどんどん増えてるんですよ。で失業率低いわけですからね。で就職率考えたらほぼ全員いけるわけですから、でまあ、みんな何かしらの職業に就けると。これ中国今大変なことになってますからね。だって大学卒業して 30% とか 40% 就職できないわけですから、それと比べるとね、日本は就職希望した人は、まあ、どっかには必ず行けるというね、ことなので、まあ、どんどん、まあ、人口はもう頭打ち、若い人の人口は減ってきているにもかかわらず、総就業者数はずっとここね30年ぐらい増え続けてるんですね。はい、でもよく見ると正社員は、まあ、正社員の数は横並び、まあ、増えてるのにこう正社員は横並びですから、比率でいうと正規雇用は増えてるということなんです。でこれねまあ、この日経新聞なんか見ると、まあ、このパーセンテージだからね、正規になりたい人のうち本当に正規になりたいのは 7% しかないってこれ比率で言いますよね。比率ってもちろん比率は重要なんですけども、実数の方をやっぱ見なくてはいけないんですね。これ見ると確かに比率ね 36.9% 非正規なんですけど、まずねこのね、総就業者数はどんどん増えているということね、こう重要ですよ。失業者はほぼいないんですからね。総就業者数は若い人の人口減ってるのにどんどん増えてきてると。はい、これは仕事をしたいと思った人は誰でも仕事をすることができる。これいいですよね。じゃあね、正規雇用が減ってるのかって言ったらそんなことはないですよ。正規雇用は、ここ10年間増えてるんですよ。だから正規雇用も増えてる、非正規雇用も増えてる。ただ非正規雇用の方が増える率が高いから両方とも増えてるんですよ。非正規雇用の方が率が高いから結果として非正規の人の方が多くなっちゃってるわけですね。だから結局ね、左派はね、4割近くが非正規じゃないかって言ってね、ディスるわけなんですけども、でも両方増えてるというのが事実なんで、だからそこまで共産党がねもうぶったたくほどひどいかという。だからどんどん正社員が減っていって、みんなもう非正規ばっか使うようになって、正社員が減ってて非正規が増えてるっていうんだったら共産党がねああいうふうに叩くの分かるんですけど、両方増えてるわけですよ。はい、両方増えてるんで。あんまり比率が 36.9% ってあんまりガミが言わなく、両方とも増えてる。これが一つ。それからね、私実際に従業員をねたくさん雇ってますよ。はい、たくさん雇ってますけれども、そこでね感じることがあるんですが、実は会社経営者からすると正規も非正規もほぼ変わんないんですよ。はい、なんかね非正規の方がなんか簡単に辞めさせられるとか言いますと、辞めさせられませんよ。試用期間ってあるじゃないですか。まず入ってもらって、まずアルバイトで入ってもらって、まあ2ヶ月使用期間、もしくは3ヶ月使用期間、まあその後じゃあ、正規でアルバイトやってもらいましょう。社員で入る場合もまずは2、3ヶ月正規、じゃない、使用期間があって、それが終わったら正社員になってもらいましょう。ってよくあるじゃないですか。我が社もそうしてるんですけども、ところが、雇ってみて使用期間1ヶ月経ち、2ヶ月経ち、あ、こいつダメだなと思って、あ、使用期間2ヶ月経ちましたけど、やっぱり社員にならなくて結構ですって言えないんですよ。これ言っちゃダメなんです。たとえ使用期間であっても雇用が始まってるんですね。会社都合で辞めさせる。これね、使用期間だろうが使用期間じゃなかろうが、もう正社員を辞めさせるのと同じ手続きなんですよ。会社都合ってことになってね。だからあんなのね、じゃあかといって、じゃあ週3日働いているパートさんを辞めさせるときに、これ辞めさせられないですよ、これ。ちゃんと理由が必要とかね。も基本的に正規、非正規って辞めさせるハードル一緒なんですよ。非正規だから、はいはい、バイ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 みたいなね。そんなんないですよ。非正規を自由にね、辞めさせられるし、で仕事入れたり入れなかったり自由にできるっていうそういう経営者いますけど、それ法律分かってないですよ。それ刺されますよ。正規と非正規も一緒です。一度雇ったら最後辞めさせるの大変ですからね。会社都合になってね、はい、それなんかあって訴えられたらほぼ確実に会社側が負けますからね。なのでなんかね、なんか正規は自由に切り捨てられるっていうけど、そんなことはない。日本の法律はそうなってない。そうそう、労働基準監督署に通報されますよ。だからね、なんていうのかな、フルタイムで働くのが正規でフルタイムじゃないと非正規っていうイメージがありますけども、それはないですね。はい。でフルタイムで働いてももちろん非正規っていうのはあるわけなんですけども。ポイ捨てされたことがありますけど、で労働基準監督署に行けばいいんですよ。ですから経営者がポイ捨てできると思って勘違いしてたんですよ。できませんからね。正規も非正規も辞めさせるレベル一緒ですからね。だから経営者が分かってないんですよ。これやっちゃいけないんだって分かってないですよ。非正規だから切っていいと思ってたんでしょうね。違いますからね、実際は。それ労働基準監督署に行けばそれもう速攻問題になりますよ。はい、ですから雇われる側も俺は非正規だからなんて思わなくていいですよ。一緒ですから。経営者からしたら一緒ですからね。はい。なのであとそれからですね、今の時代 SNS がありますから、ブラック企業って噂でどうにでも広がっちゃいますでしょ。はい、だから企業としては一人雇っていろいろなんかごねられて、それでなんか SNS とかで言われたら、それはですね非常にややこしいですよね。だから昔はね変なことあっても表に出ることなかったんですけど、今もう何でもだからこれ就職する時にその会社調べるでしょ。でブラックだ出てきたらうへってなって行きたくないですよ。だって今こんなに人取りたいのに人来なくなりますからね。だから人を辞めさせる時ってこじらせたら相当面倒くさいです、会社側としては。まずこじらせたくない。はい、そして労働基準監督署とか来てほしくない。だからもう辞めさせる時大変ですよ。どうでしょうかみたいな。辞めさせるのほんと大変なんですよ。もう弁護士と相談しながらね。はい。ですからごねられちゃうんですよね。はい。なので何かあったら労働者強いですよ。はい。だからね法律上は非正規だからクソみそに扱っていいなんてことはありません。はい。でいてこれもね場合によるんですけども、非正規の人の方が稼いだりするんですよね。まあこれもね一概には言えないんですけども、例えばうちもねまあ飲食店もやってますし、老害所もやってますし、まあ、コロナより前はね13店舗やってましたから、バイトさんだけで100人以上使ってたんですよね。そうするともしこの人が正規になったらもっと賃金安くなるという人たくさんいましたよ。はい。バイトだから高いわけですよ。ででバイトさんでがっつり入っててしっかり稼いでる人がいて、でこの人正規になりたいって言ってきて、いや正規になったら収入下がりますよってそれでもいいんですかっていう会話何度したことか。はい、だからね、まあ、全部が全部じゃないんですけども、正規だから安いかどうかっていうのはそうとは限らない。入り方とか業種とかいろんなものによって違いますからね。正規だからこそ効率よく稼げるっていうのはよくある話で、例えばですよ、その飲食店の店長とか、まあ、もしくは小売店の店長とかになると店長ですから、店長になると管理側になるんですよね。そうすると労働時間が長くなってもバイトだったら全部カウントしてもらえたのがね、どこまで、カウントできる。でこれが上限とかっていうふうに決まってくる場合もありますから、そうするとだからその出世するとね、責任が重たくなってそんな収入も上がらないから出世したくないと、バイトのままいたいんだっていう人もたくさんいるのもまた事実なんですね。だからまあこのね正規非正規だけ分けて日本はダメだなんて言いますけども、まあそれはですそう正規の方が安いって結構あるあるなんですよね。だから正規が素晴らしい、非正規はダメだなんて平気でね立憲民主党とか共産党とか言うんですけども、あんたたち労働の現場分かってんのかっていう感じしますよね。だからその非正規が多いからダメなんじゃなくて、正規も非正規も両方増えてるんです。はい、はい、そんな叩くようなことじゃないですよ。それで非正規も非常に法律で手厚く守られてますから、はい、だから雇う側も雇われる側もそれやっぱり知っとかなきゃダメですよね。そんなディスることじゃないですよ。安倍内閣以来、安倍さん以来、ものすごく雇用環境良くなったんですよ。で、例えば働き方改革とかね。だってもうトラックの運転手の上限とかも決まりましたけども、とにかく左派がやるようなことは安倍さんが全部やっちゃったわけですから。そうするとね、なんか叩く場所ないから、非正規の率が高いとか言って、そこ叩くとこかよと。いや、むしろ俺たちがやろうとしてる政策を安倍が全部やって、俺たちは悔しいって。なんで保守政治を標榜してるね、安倍内閣が俺たちがやろうとしてること全部やるんだと、手から取ってくんじゃねえぞぐらいのことを言うと、可愛げがあるというかね、事実そこだと思うんですよ。で、安倍はダメだダメだダメだって言って、ほら非正規の率が高いって、そこかっていうね。もっと全体見てください。両方増えてるんです。そうね、バイトの方が働き方優遇されてるってそうですよ。そりゃそうですよ。だってもうヒエラルキーで言うとバイトさんが一番上ですからね。本当そうですよ。もうね、バイトさん神ですから。結構まあ業種にもよりますけど、飲食店ではバイトは神ですね。あとテレビ業界でも AD が神ですから。昔 AD 人権ないって言われてたんですよ。ところがもうディレクターとかプロデューサーが這いつくばって「やめないでください」みたいな感じですよ。AD が一番偉いんですもん。この人辞めたら番組できねえっていう。いや、もうヒエラルキー完全、もう飲食店はもうバイト様々ですよ。ぜひ来てください。来てくれたらやめないでください。できるだけ入ってください。もうバイト様々ですからね。ヒエラルキー完全逆転ですよ。店長が一番ヒエラルキー低いみたいな、普通にありますからね。はい。いやー、ですからね、どっちがいいとかわかんないですよ。非正規でも稼ぐ人は稼ぎますし、非正規でもね自由にする人は自由にしてますし、いやー、非正規でもね、会社が辞めさせようと思っても辞めさせられない人もいますから、もうそれはですね、もうその人次第、業種次第様々ですよ。正規だから非正規だから、意外とね多くの人が思うほどね、そんなに差はないというよりも制度的には差はないです。あとはもう非正規だからこうしていいかなみたいな、そういう空気があるだけで、はい、法律上差はないです。使用期間でも雇用は雇用ですから、1日でも雇ったら雇用ですから、辞めさせるの大変ですよ、会社としてはね。はい、ということです。さて、というわけで、じゃあちょっとコーヒーを入れていただきつつ、実はですね、この井上大和さんから今日届いてますから、またプレゼント企画やろうと思うんですけども、ですね、うん、まずねご説明したいのは私の盟友でね井上大和さんという人がいるんです。はい、大和っていうのはね大和と書いて大和ですよ。ね、ですからお父様がね思いがあって大和という名前をねつけたんだと思います。でご自身もね大和という名前をもらったからにはねこういうふうに生きなくてはいけないっていうね、まあ、そういうね考えがあるわけです。で青年会議所では領土領海委員長をやりましてね覚えてるかなもう10年以上前ですかね産経新聞それ以外の新聞でも出たかな一面広告ですよ。あなたは日本の、領海を知ってますかって言って、日本の、地図周辺国の地図があって EEZ がバーって書いてあるね北はここ国境はここ竹島はどれとかこういう地図ねこれ日本の、領海ですよっていうねこういう一面広告出たの覚えてる人いるでしょうか。あれ日本青年会議所が出した広告なんですけども、でこれ記事にもなります産経新聞の記事にもなったんですけどこれは領土領海委員長だった井上大和さんがやった仕事なんですね。はいまあねその後 JC 卒業してもともとねいろいろと会社経営なさってる方なんですけども、まあ、これまでね OEM でねいろいろこういう育毛剤とかこのまつげの美容液とかねいろいろ出してたんですけどもOEM をやめて自社生産をしてこれね霧島に、昔から生えている地元のね野生種のランがあるんですね。でそのランを前の先代の社長がねランをこう栽培したりとかしてたらなんか毛がボーボーに生えたって言うんですよ。そうエビネランっていうね。ラン触ってたら毛がボーボーになって「あれ?」って言ったら育毛効果があるってことが分かってそしてこのエビネランで霧島に自生するエビネランを栽培してそれで美容液を作ったわけですよね。はい、それで OEM だとやっぱね他社の製品ということで作るだけですからそうすると買い叩かれていいもんなのに安く叩かれてってことになってやっぱりねでいて販売単価は高いわけですね OEM だと。だったら自社で生産して適正価格でお客さんに出そうということでこのビサランという、この育毛剤を作ったということね。はいでちょっとね井上大和さん愛国者ですからちょっとこれね、しっかりと紹介したいなと思ってこれプレゼントねもらったもんですからね以前紹介したんですけども当たった方からですねあそうそうこれね育毛剤って、まあ、単発でも買えるし毎月送ってくるっていうね、まあ、そう継続購入もできるわけなんですけども大体ですね継続購入すると使ってみて「あやっぱいいわ」って言って7割以上解約するっていうのが普通なんですって。ところがですね今回僕が皆さんにご案内してプレゼント企画やってで買った方もいらっしゃるんですけども解約率が10% というですねすごい解約率が低くて皆さんすごく満足されているということで武田さんが言ってた井上大和ってどんな人なんだと会ってみたいって言って電話かけてきた人もいるらしいんですけどここにお客様からの優しい声がですねありまして武田先生のファンなので電話しましたって電話かけた人もいるらしいんですよね。こんな会社があったなんてすごいよすごいよっていうねメッセージとかね。あとビサランを使う前に薄毛に悩んでいたがビサランを使用して脱毛を防ぐ効果を実感してますっていうねメールもメッセージも来たそうですよ。ビサランを1ヶ月使って以前より髪にコシがというメッセージとかねあと他社製品で赤みやかゆみが出ることがあるがビサランはそういうこともなく使いやすいとかね、これ私がね番組で言って使ってくださった方からのメッセージですね。はい他社製品はベタつきが気になりましたがビサランはベタつきが気になりませんでしたとかね、まあそんなようなこれ全部男性から。で、女性からは、次から、主人と一緒に使いたいから次から2本にしてくださいっていうね、女性の方からのメッセージ。知人にも渡したいっていう人とかね、他社の育毛剤をキャンセルし電話しました。夫婦で使いたいから2本。あ、やっぱり女性がメッセージ、夫婦で使いたいとね。かゆみがなくなったとかね、張りがあるように感じますとかね、優しい香りで良かったですとかね、おすごいの髪がぺっちゃんこになるのがビサランを使うとふわっとなったように思いますと、これからも使い続けたいです、朝のスタイリングがしやすくなった気がする。あ、結構ベタつくのが多いんですね。なるほどね。はい、これ野村という会社なんですけども、ですね、エビネランのエキスを、配合した育毛剤ということで、まつげ美容液も使ってますということですね。はいはい、というわけで、はい。で、今回はこの医薬部外品のビサランと美容液とまつげ美容液ですね。美容液はヤビ水というか、まつげ美容液はビーナスアイラッシュ、これをですね、じゃあどうしましょう、これ2つ送られてきましたから、お二方じゃあプレゼントいたしましょうかね。欲しい方はちょっとまた出してもらいますので、応募してくださいね。でよかったらこれウェブサイトを紹介してあげてくださいね。私のね盟友ですからね。はい、よかったらね使ってみてください。欲しいなんか良さそうですよ。皆さんすごく肯定的なメッセージでね、ウェブサイトわかります？はい、はい、でこれ当たんなくてもね、あ、これね、美容液ビサランっていうね、美容液じゃない、育毛剤ビサランね、でもちろん買っていただくこともできますので、よかったらね是非使ってみてください。すみません、私が結構髪多い方なので、私がね使って実感があればもうちょっと皆様に言いやすいんですけども、はいそうです。でね、はい、私と井上大和さんはいつもいかに皇室を守るかということをねいつも2人で話してますし、自衛隊をねいかにこうね、ちゃんと応援するかっていうことをねいつも考えてますよ。それでこれね、以前このそうだ、保湿効果のある手の消毒液っていうのをね、この、井上大和さん開発して、普通消毒液ってカサカサになったりするじゃないですか。保湿効果のあるやつを出したんですね。そしたらこのコロナの間にバーって売れまして、で大和さんはいやこういうみんな困ってる時にそれで儲けちゃったから、これはもう全額社会に還元するんだって言って、まあああいうね娯楽のない時に、花火を、とんでもない規模の花火をね、霧島でダーンと上げたんですよ。で事前に言うと人が集まっちゃってコロナで問題だから、何の告知もせずにいきなりダーンって花火をね上げたっていうんですよね。まあそのね大体そういうね疫病退散のために花火上げてるんだからね、やっぱこういう困りごとでね利益出しちゃったから、これはもうね還元するんだって言ってねダーンやったんですよね。というね、まあそんな話もあります。で、災害があるともうすぐに、ほらこういう時 JC の人たちすごいんですよね。ネットワークでいろいろと集めて物資をバーッとトラック、連ねていきますからね。そして大和さんの持論があるんですよ。お金を寄付とかね、まあ最後物資が足りない時は物資、ただそこから先ですよね。そこから先ね、これから復興っていう時に何をしたらいいかって言ったら、まあね大和さんかっこいいんですよ。みんな若手を連れて行って飲みに行くってわけですね。その飲み屋、ね、飲み屋に行って、ね焼酎だウイスキーだもうバンバン開けてみんなで飲む。そして飲み屋でお金を使う。これが地元の活性になるんだっていうね。はい。だからまあそういうね、まあ大人の貢献ですよね。まあそういう姿を私は何度もね見てきましたからね。まあちょっと私の盟友の井上大和さん、まあちょっとどういう政治的なね活動をしてるかってあまりね、言いたくないんですけども、まあ私とまあ井上さんで、この人はね衆議院に送り込まなきゃダメだとか、この人は参議院に送り込まなきゃダメだって言ってね水面下でね、はい、何人も送り込みましたからね。はい、そういうね日本の政治を憂いてね2人でいつもねどうすると、この選挙区どうするんだみたいなことをね、やってます。あまりそういうのはね、私具体的にどう動いてるかっていうのはね語りませんですけれども、なのでちょっとね OEM を全部外してね、自社製品でもう安く半額ぐらいでね、送り出せるっていう話ですので、まあちょっとねこの機会皆さんにご紹介したら、ちょっと思ったより反響が良くてですね、通常7割のキャンセル率がね 10% 以下っていうんですからね、それは皆さん喜んでくださったなと思ってですね、はいちょっと改めてご紹介と結果報告と、そしてまた改めてこの3点セットのプレゼントということでですね、ご案内する次第でございます。よし、というわけでね、まあ立派な経営者ですあの方はね。はい、あ、コーヒーが入ってきました。はい、うん、あ、久しぶりに会った人に「お前髪増えたな」と言われました。すげえ、そうですか、すごくよかったよかった、それはよかったです、よかったです。うん、嬉しかったです。そうかそうか、よかったよかったよかったです。よし、では行きましょう。22日、あ、もう切り替え、もうそうだね、切り替え、ああもうそうだね、ちょうどいい時間ですね。はい、この後もどんどん、そんなね数多くないですよね。ちょっとあとは政治と金の話をね、多少しますけども、はい、番組進行を優先しますので、スーパーチャットはランダム選択制となっております。そして2月の特番、はい、明治天皇と伊藤博文、はい、来週ですか、2月特番明治天皇と伊藤博文やりますからね。生まれるかって、いや生まれます、はい、生まれますからねはい、ぜひ来週ご覧くださいませ。はい、そしてチャンネル会員募集中です。いろいろありますけど、ニコニコがね一番内容が充実しております。ニコニコファーストでやっております。ニコニコでチャンネル登録していただきますと、生放送毎回最後までご視聴いただけます。そして、過去の特番動画を全部ご視聴いただけるのはニコニコだけとなっております。過去の動画もですね山ほどありますからね、何々天皇と何々っていうね、なんかシリーズみたいになってますけどもね、過去遡って、聞いていただけたらありがたいです。そして音声だけの方は聞く武田チャンネルありますからね、ボイシーと言いますね。データ使えませんので、音声だけ聞くという方はぜひご利用ください。そしてお気に入り登録はね、もろもろチャンネルお願いいたします。そして、これ武田学校 YouTube で全283講義無料公開しております。そして毎週金曜日は夜のコーヒーラジオトークというアプリで生放送のラジオ番組武田恒康夜のコーヒーという番組やってますからね。はい、これはちょっとね普段私の番組大体時事問題ばっかりやってるんですけども、まあ時事問題も扱いますけども、それ以外のねいろんなたわいもない話とか文化的な話とかね、日常の話とかをですねさせていただいております。そして武田研究会全国で開催中ですので、よかったらおいでください。武田研究会ははい。直近ですと2月26日東京であるんですが、受付終了です。満員御礼でございます。福岡が3月4日月曜日、福岡県護国神社の三周殿18時30分、こちらは現在お申し込み受付中です。次は愛媛武田研究会松山は3月23日土曜日、椿神社会館3階13時30分、こちらも申し込み受付中。石川武田研究会、まあちょっと震災がありましたのでね、金沢での開催はどうしようかなというふうにいろいろと検討したんですけども、ここはやろうということになりましてですね、3月30日土曜日予定通り開催いたします。場所は石川県地場産業振興センター13時からです。受付中でございます。そして新潟もね、結構地震被害がありました。新潟も実施いたします。4月13日土曜日、新潟市東区プラザ13時からです。現在申し込み受付中。そして次は富山武田研究会は4月14日。はい、富山県も結構大きな被害がありました。能登半島のね、付け根の方東側富山県ですからね、かなりひどい、ところもあったそうです。4月14日日曜日、富山市府中ふれあい館。です。13時から、現在申し込み受付中です。そして次、愛知竹田研究会名古屋は4月21日日曜日、ウインク愛知13時から申し込み受付中。そして北海道竹田研究会札幌です。4月24日水曜日です。会場はまだ未定で、現在まだ受付前となっております。はい、そして、先週ご案内しましたけども、久しぶりにね、はい、竹田研究会の学生のための伊勢研修。はい、伊勢研修、コロナ後、初開催ということでございます。もうすでに受付始めておりますので、高校生、大学生、参加したい方はご参加ください。参加費は無料です。5月の18、19だったかな。伊勢。で、1泊2日。私が9時間講義しまして、二見沖玉神社の宮司さんに直々にみそぎを特訓してもらってですね、翌朝まだ暗いうちに五十鈴川でみそぎをすると。男の子はふんどし、女の子は白サムエとなっております。そして心身ともに清らかになってですね、私が案内をして内宮、初日に下宮参拝しまして、次に内宮参拝するとね、私が案内してまいりますからね。はい、これ家からの旅費も全部無料です。北海道からの旅費、九州からの旅費もう全部出ます。はい、宿泊費も食費も全部込みじゃない、全部無料でございます。はい、それから一般の方は一応ですね、スポンサーとしてね参加していただく道はあります。まあ、スポンサーといってももともとそんなね豪華な旅ではありません。ちょっとね寄付をしてくださった方にですねスポンサーとして参加していただくということで、要領も書いてありますので、竹田研究会の学生のための伊勢研修、よかったらねご参加ください。で一般の方、スポンサーの方もですね学生たちと全く同じプログラムにご参加いただきます。で毎年ね普段から竹田研究会に来てる人だけではなくて、息子さんとかね、娘さん、お孫さんでもいいでしょう。竹田研究会に一度も行ったことない、人でも大丈夫ですから、申し込んでいただけたらですね私が全部ですね面倒を見ますので。はい。でずっとね毎年やってきたことなんですけども、コロナの間できなかったので久しぶりの開催となっております。で伊勢研修に参加したら次はですね4泊5日の東京研修に参加できます。皇居勤労奉仕ですね。4泊5日ですからね、皇居勤労奉仕はもうね夕方早めに終わりますから、夜は長いので連日私が講義をするということになっておりますけどもね、もしよかったらですね、ご参加くださいませ。そうですね。はい。で、おそらく学生の方は、多分両方かな、多分参加希望者が多くて、全員は連れていきません。大体ね、毎年何倍も、倍率がありまして、選抜をしましてね、40人だけ連れていくということになっております。でも1回申し込んで外れてもめげずに2回3回申し込んでください。高校生から大学生ですからね。はい、で、どういうふうに選抜するかというと、大体バランスを考えて、学年とか男女比とか、あと地域ですね、例えば東京ばっかりにならないようにとか、ちょっとそういうのでバランスを取るっていう形で選抜をさせていただきますので。はい。でもしね2回3回と申し込んでる人がいたら、そういう人はちょっとさすがに3回目4回目だからじゃあ入れてあげようってことにもねなると思うので、よかったらめげずに申し込んでいただきたいと思います。私はねもう教科書を書いたり、伊勢研修も、一般の人もねスポンサー枠ってありますけども、やっぱこのね、高校生大学生を対象にっていうね、こういうふうにして、日本を憂う若者、日本を憂う大人たちがね、若者をねしっかりと導いていくっていうね、そういうムーブメントを作っていくということを、これまでやってきたわけですけども、ようやく再開ということで、はい、今リンク貼ってもらってます。令和6年度竹田先生という学生のための伊勢研修ね、ぜひぜひ、ねはい、若い人できれば全国からお申し込みいただきたく思います。さて、というわけで、では、切り替えを、投げ銭をいただきました。ありがとうございます。はい、ですね、これだ。あれ、どこだ、あ、あったあった。M ライジン3、ライジン3かな ?3。あ、メンバー歴3年の方でございます。3200円いただきましてありがとうございます。3年ほど前、安倍総理ご存命中に中学校3年の私の娘が将来総理大臣になって安倍さんがやり残したことをやると言っているので応募してくださいという投稿をしたものです。あ、応援してくださいと投稿したものです。ご記憶にありますでしょうか。あ、ありましたね。あ、3年前ね。その娘が高校を卒業し、武田先生に近づくために東北の田舎から慶応大学法学部を受験すると言っております。ああ、そうですか。試験日が2月16日なので合格祈願をお願いします。226の武田研究会にも娘が出席する予定ですのでよろしくお願いいたしますと。あ、そうですか。2月16日が試験日ね。そして2月26日は武田研究会にも来ると。うわ、すごい。ということは、当時3年前ってことは、15歳とか14歳ですよね。中学生ですよね。あ、中学3年生ね、当時の娘さんが将来総理大臣になって安倍さんのやり残したことをやると。すごいじゃないですか。いや、もうぜひ東京武田研究会いらしてくださいね。で、うちのスタッフに言っときますから、声かけてください。私の部屋に来てもらえればと思いますので、あ、それからもしよかったらね、5月の18、19かな、研究会の合宿もね、ぜひ来てくださいね。武田研究会の人で、市長になった人とか、県知事になった人とか、国会議員になった人結構たくさんいるんですよ。でもね、総理大臣になった人まだいませんから、もうぜひぜひ、もうぜひ頑張ってくださいよ。ね、ちょっとみんなで応援しましょうよね。ですから、じゃあ、ちょっと2月16日ね、東京で、慶応大学法学部受験ですよね。いや、すごいな。頑張ってください。頑張って。ね。うちの神棚に祈っときますから。はい。いや、頑張ってくださいよ。すごい、素晴らしい。確かに3年前こんなメッセージ受け取った記憶がありますね。ライジンさん、M ライジンさん。嬉しい。東北からね。いやー、立派ですね。そうですか。わかりました。あ、もしお母様、お父様かな、お母様かな。一緒にいらっしゃるようでしたらね、ぜひ武田研究会ご一緒にね、いらして、控室までね、いらしていただければと思いますけれども。いや、嬉しいな。そうですか。いやー、嬉しいな。頑張ってほしいですね。じゃあ、まずは、慶応大学。頑張ってください。はい。では、次の方、竹武さん。あ、この方もメンバー3年の方ですね。5000円いただきました。ありがとうございます。額面では多少増えた感じですが、福利厚生の面ではまだまだな印象です。面倒な非正規の人もいますが、意欲もあり、実力もある非正規社員は、景気云々で左右しないで取ってもらいたいです。なるほどね。非正規社員。実力のある人はね、そうですね、景気気にしないで取ってほしい。なるほど、そうですか。私以前ね、びっくりしたのは、まあほら、外貨流外の店とかいっぱいやってましたでしょ。ある日自分の店にピースボートのポスターが貼ってあって、やっべえと思って、誰が貼ったんだと思ったら、うちの社員だったんですよね。いやー、結構大変だったですよ。もう共産党とかいろんな感じのね、いろいろ来る感じでピキピキしてたんですけどね。大変でした。やめさせるの大変でしたよ。はい。いやー、大変でした。はい。なぜそこに来て。そうなんですよ。社長のこと知らなかった。いや、知っててきたんじゃないですか。だと思いますよ。それでなんか辞めさせ方あったら「ほら来た!」って言ってやりますからね、彼らはね。もう労働基準監督署から、もう共産党の弁護士から、もう何でも来ますからね。いや、もう本当にだから、大変でした、その時は。はい、そしてもう一人、ヒロンズム大君さん。ライブ間に合ったと、あ、間に合ってね、見てくださってありがとうございます。武田さんに育毛剤は必要ないけど素敵な商品ですね。周りに紹介してみます。あ、もうね、興味ある方はぜひね、繋いであげてくださいね。だってね、解約率 10% 未満ってすごいですよね。多分みんな満足してくださったんだと思うんですけども、はい。はい、ありがとうございます。ぜひね、井上大和さんがね、丹精込めて作った商品ですから、よかったらね、紹介していただけると嬉しいです。ありがとうございます。それでは、切り替えかな。はい、それではここで切り替えをさせていただきまして、今日の政治と金の話ね、いきますよ。はい。まあ、もしよかったら、これを機にね、チャンネル会員になっていただけたらありがたいです。そして来週は特番、ね、明治天皇と伊藤博文ですからね、明治天皇と伊藤博文、ぜひご覧いただければと思います。それでは、ここで、ね、今日もたくさんの方ね、コメントもくださいまして、盛り上げてくださいまして、ありがとうございました。では、ね、これにて切り替えさせていただきます。それでは、ここまでありがとうございました。はい、それでは22日行きましょう。今日はね、早く終わりそうなって言っても、あ、もう10時か。うわ、はい、ちょっと頑張って進めていきましょうね。うん。はい、日本株非常にね、上がってまいりました。もう世界が景気良くてね、世界の株が上がっても、なんで日本株だけ上がんないのかっていうね、時代がずっと長く続いてきましたけどもね、ここへ来て世界中で今日本